トリンチェサーです。今回はこちら、にゃんこ大戦争のカードウェハース、お祝いムードの第7弾紹介していきたいと思います。はい、9周年のお祝いイベント今やってますね。猫缶ちゃんとゲットしていますでしょうか。この9周年のスロットを初めの方で1回回した人、復活してまたもう一度回せるようになっているので、ぜひぜひ回し忘れのないようにゲットしておきましょう。はい、こちらのカードウェハースはにゃんこ軍団が豪華仕様でドドンと登場ということで、カード1枚入り全28種とバニラクリーム味のウェハースが1枚入りでセットになっています。今回は1箱20個あるので、被らないか念じつつ開けていきたいと思います。はい、では右側から開けていきます。チョキチョキ開けるとこんな感じでカードが入っています。1枚目は、おお、なんかパッケージの表にあったやつですね。ノーマルですけど、第3形態大集合いざ出陣にゃーと書かれています。大集合バージョンだ。後ろはとある敵のご紹介、ゴマ様。ゲーム序盤から登場する赤い敵、ステータスが高いのが特徴にゃ。近づかれるとダメージが大きいので要領よく進める必要があるにゃ。遠方攻撃でね、ちょっとね攻撃していくやつ。はい、ウェハースはこんな感じのやつ、あのよくレストランとかでアイスクリームと共に刺さってる系のやつ。これ結構ねあっさりしてて好き。続いて2つ目開けていきます。2つ目のカードは何かな。お、鬼にゃんまだ、やったー。これリアルに欲しいやつ。え、これ超激、やったー、超激レア1個目ゲット、鬼にゃんまです。これ嬉しい。強さを求めるあまり鬼に魅了された狂気のキャラクター。単体攻撃だが繰り出される一撃は強烈。後ろはにゃんこ大戦争勝利の極意、最初からクライマックス。猫缶やログインボーナスで手に入れられる猫本は戦闘開始時から働き、猫のレベルがマックス状態になるにゃと書かれてます。はい、これすっごい嬉しい。ちょっと分けとこう。はい、3つ目いきます。3つ目は誰かな。おー、これは EX レアですね。猫カーニバルです。キラキラ。世界中をハッピーな気分にさせるお祭りにゃんこ。今日も激しく踊り狂う。はい、かわいい。猫カーニバルのクラスチェンジは猫フィーバー、猫カーニバル、猫アミーゴで、ガシャポン新しいのが出ました。それにラインナップされてます。猫フィーバー。ガシャポンの方もね、後ほど紹介していきますので、明日かな。はい、楽しみにしておいてください。はい、では続いて開けていきましょう。続いては、おお、激レア来ました。怒りの猫番長、オラ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 のやつですね。冷蔵庫のアイスクリームを父親に食べられて怒りに目覚めたちょいワルニャンコ。浮いてる敵をたまに一瞬止める範囲攻撃です。はい、猫番長が怒りの猫番長になって、オス猫番長になります。今私のこの状態ですね。オス猫番長、なんかムキムキになってる。はい。かっこいい。かっこいいな、今回。この衝撃何体来るかっていうのが見物なんですけれども、真田幸村ちょっと欲しいので、あ、でもな、ダークダルターニャもいいな。黒むくの御霊もいます。さあ、3体出てきてくれるかな。今んとこね、鬼にゃん番でね1個ゲットしてますけど、続いては猫いて座。やった、猫いて座レアです。天界で放つ流れ矢の被害が絶えず地上に追いやられてしまった星座猫、浮いている敵に超ダメージを与えるだそうです。猫アーチャーが猫キューピッドで猫いて座なんだ。あ、そうなんだ、そうなんだ。はい、まだ猫いて座になってないんですけど、私いて座なので嬉しいな。はい、続いていきましょう。続いては誰が来るかな、誰だ。はい
猫ニャンダムが来ました。夏休みにプールで排水口に挟まっていた猫を救助して以来、学校への登校はいつも一緒。たまに敵の動きを遅くする範囲攻撃です。はい、EX レアのキャラクターになります。コニャンダムが猫ニャンダムになって覚醒の猫ニャンダムになります。すごいね、幼稚園バスジャックしてるみたいになってるけど。はい、EX レアがこれで2枚目になりますね。バランス的にはどうなんだろう。あ、でもそれぞれそんなに枚数の差がないのかな。むしろ衝撃が多め。はい、今回は全種キラキラな豪華仕様なのでなんかいいですね。はい、新デザインで復刻しているキャラクターもいるようです。トゲランパサランとか見たいな。はい、続いてはどうでしょうか。あー、やった、クロムクのみ玉が来ました。やばい、これはやばいです。大切なものを失ったもう一人のみ玉の姿。総列がどこに向かうのか誰も知らない。遠方範囲攻撃です。属性を持たない敵に打たれ強く、必ず動きを遅くする。必ずっていうのがね、結構重要になってきます。クロムクのみ玉、これはね、かなり激レアな感じ、衝撃です。はい、クロムクのみ玉はクラスチェンジで黒鳥のみ玉ダークになります。よりなんか華やかな綺麗な感じになりますね。はい、ということでクロムクのみ玉ゲット。やったね、やったね、すごい嬉しい。片方から2枚出てきてくれたのはかなりいい感じのペース。はい、続いて開けていきましょう。続いては誰かな。 EX レアでチビ巨神猫が来ました。チビの方ですね。超絶破壊力&強靭な体力を備えた最高級のキャラを目指して成長中のチビニャンコです。はい、チビ巨神猫のクラスチェンジはチビ巨神猫、チビ猫だらぼっち、チビ猫じゃらみ。はい、噛みそうな感じ、みんなチビがつきますね。チビシリーズもね、結構捉えるといいです。続いてはあれだ。はい、続いては激レアです。戦隊チャッソかな、地底戦隊グランドンの電の子担当。たびたびつまらないものを切ってしまう。エイリアンに打たれ強く超ダメージを与える。お、これは使えるやつですね。え、これはなんかちょっと抜けてる、やだな。はい、戦隊チャッソー、戦隊パワーチャッソー、新パワーチャッソーになるそうです。新ね、すごいキラキラのゴールドカードでかっこいいです。やったね。はい、早いんですが右側ラストになります。こちらからは誰が来るかな。ラストはレア、レアの誰だ誰だ誰だ、じゃじゃん、猫アーティストか。なるほど、うん。あ、でもこれ綺麗なカードですね。曲が売れなくて試しに絵を描いてみたら、それも全然売れず、ムキになって描き続ける豆腐屋のロッカー。天使に打たれ強いそうです。豆腐屋なんだ、豆腐屋。はい、猫アーティストのクラスチェンジは猫ロッカーから猫アーティストになり、猫ラーメン堂になります。豆腐屋なのに、ラーメン屋になるのね。はい、では、左側行きましょう。左側からも衝撃2枚ぐらい出てきてくれるかな。いきます。ガオだ、やったー。はい、かなりいい箱でした。真の強さを求める者の前にのみ現れる幻の猫。属性を持つ敵に滅法強く、波動ダメージを無効にし、たまにクリティカルを放つ。はい、攻撃です。はい、勝利の極意は狙いを定めて編成すべし。編成画面で絞り込み機能を使えばパーティー編成がぐっと楽になるにゃ。例えば赤い敵に強いにゃんこを探したいときは赤い敵で絞り込めば、持っているにゃんこの中から赤い敵に強いにゃんこだけを選び出してくれるにゃ。これはそもそもね、私ちょっと偏りひどくて、もう頑張んなきゃいけない感じです。はい、でもね、ガオーが来てくれたらいいよね。リアルに欲しいやつ。続いていきましょう。あ、チビ猫フィ
ビッシュです。戦闘向きの高級キャラを目指して成長中のチビニャンコ。赤い敵には滅法強い。はい。チビネコフィッシュはチビネコクジラになってチビネコ島になります。これめっちゃ可愛いですよね。クラスチェンジ。はい。お次参ります。次は、チラン。かぶったー。かぶったよ。これは同じは切ないんですけど、お願い別なの来て、別なのー、やったね。レアです。はい。総演武猫魔剣士かな。魔法と剣のエキスパートへと成長した魔剣士。天使を務める焼き鳥屋のパフォーマンスでも活躍。炎の剣で赤い敵に超ダメージを与える。焼き鳥屋ね、みんな面白いな。クラスチェンジは猫魔剣士が双剣猫魔剣士になって双演武猫魔剣士となります。はい。あ、意外と衝撃が来なくてちょっとドキドキしてますけど、あ、でもガオ起きたからな。ほら、ウルルー、やったね。ウルフとウルルンだ、やった。喧嘩で負けたら忠誠を誓うのが我が起きてと勝手な妄想でニャンコ軍団に加入した。たまに敵を吹っ飛ばす。ウルフとウルルン。はい。ニャンコ砲初期ゲージアップ中っていうのがあるらしいですね。ニャンコンボで、一緒の中にこの3人を入れればってことかな。ニャンコンボは日本編一章クリア後に使用可能になるんですけど、このウルフとウルルンとさっきのやつですね。え、ニャンコンボしたいな、この中で。はい、ネコニャンダムです。ネコニャンダムと、あとこの子は、今回のメンバーにはいないかな。なんか、ネコちゃんっぽい感じ。女の子、めっちゃ可愛い。え、出てくるかな、出てくるかな。ちょっと近くに置いとこう。今回、ラインナップに入ってるのが、風早桜だからこの子じゃないと思うんだけど、あ、ソドムだ。こちらは地流ソドムになります。ソドムは持ってるな。古代兵器により封印されし伝説の竜族。圧倒的な破壊力で敵を攻撃する。浮いている敵に打たれ強く、たまに吹っ飛ばす。はい。クラスチェンジは地流ソドムが地流王ソドムになって地流皇帝ソドムになります。はい。ソドム超激レアですね。これでもね、コストかかるんだよな。はい。続いていきましょう。あ、超激でもこれですごい。4枚目が来ましたね。あと1枚欲張っちゃう。欲しいな。猫運動会が来ました。レアカードです。3匹分の猫能力と1匹分のタンク猫の能力を1つに集約した運動会大好き野郎たち。コスパも良くて、とってもお得。範囲攻撃です。コスパいいんだ。うん、確かにな。これも、ニャンコンボ、ハチマキっていうのがあって、桃太郎と、この猫運動会と、なんだろう、こう、あれ、藁人形持ってるやつ。こわ。これが、ニャンコ砲攻撃力アップ賞のニャンコンボになるようです。はい。ニャンコンボね、うまく使えればいいのかもしれないけど、それまだうまく使いこなせてないなぁ。普通に戦っちゃうから。カオルくんが来た。こちらは激レアです。カオルくん。カオルくんも今回の新しいガシャポンにラインナップされてます。これが多分目玉だと思うんですけれども、若干気持ち悪めで良かったです。はい。道端に落ちていた何かの残骸を身にまとったキャラクター。赤い敵の動きをごくたまに一瞬止めます。はい、カオルくん。カオルくんなんかちょっと、後ろもカオルくんの顔がいっぱいある。気持ち悪い。はい、カオルくんのクラスチェンジは猫リンゴ、カオルくん猫アップルとなります。これね、なんかね、おかしくないって感じなんだけれども、中間がこのカオルくんになるんですね。はい。では、残り2つとなりました。こちらからは誰が来るかな？チビ猫トカゲでした。あ、すごい。結局、一番初めに出てきた1枚しか今んとこ被ってないですね。嬉しい。
を攻撃できる遠距離型キャラ、単発だけなら攻撃力がピカイチなキャラを目指して成長中のチビニャンコ。チビ猫とかけがチビ猫ドラゴンになってチビ猫キングドラゴンになります。はい、ではラスト開けていきましょう。超激もう一個来るかな、どうだろうな、結構いっぱいいるんですけど、今回ガオーとソドムとニャンマと黒木の御霊が来てくれたから、あとは雪村欲しかった、雪村がほら来ないしね、トゲランパサランと風早桜とダルターニャなんですよね。さあ、誰が来るかな？誰？マジで？ 3 枚目なんだけど、それはいらない。マジで？はい。見てみると、ノーマルがニャンコ軍団で、これ1枚なんですね。これが3つも入ってたんだ。そして EX レアが猫カーニバル、チビ猫フィッシュ、チビ猫トカゲ、チビ巨神猫、猫バルキリー、ウルフとウルルン、猫ニャンダムとなっていました。で、レアが猫パーフェクト、猫イテザ、ソエンブ、猫魔剣士、猫ウェスタン、猫アーティスト、猫運動会。ここ意外と来たかな？はい、激レアが猫カンカン、メタル猫ビルダー、戦隊チャッソ、カオルくん、怒りの猫番長、狂乱のバトル猫、あ、狂乱欲しかったな。はい、がラインナップされていました。はい、そんな感じですね。うまい具合に4つ入ってたので、残りのやつはもう1種類というかね、の箱の中に封入されているかなという予想ができます。まあ、最低でも2箱を買ってみないと揃わないかな。はい、でもね、楽しんで見れたので良かったです。はい、ということで今回のカードザクッと並べてみるとこんな感じ。キラキラカード、そしてかっこいい目のカードがたくさんゲットできるので、ぜひぜひ皆さんも手に取ってみてください。はい、というわけでニャンコ大戦争のカードウェハースお祝いムードの第7弾を開封してみました。いかがだったでしょうか。では次回も楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね、バイバーイ。